ドゥ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 点数的にはですね、浅はかな気持ちでこれで終わりじゃありません。情報セキュリティマネジメント試験受けてきた結果は、勉強冒険団、どうもカーシュンです。皆さん勉強生活楽しんでますか？さて、本日、2024年11月3日ですけれども、タイトルにあるようにですね、情報セキュリティマネジメント試験をただいま受けてきました。はい、まあ準備期間ね、そんなになかったんですけど、まあまあ言うても今までですね、情報処理安全確保試験士の勉強をたくさんしてきたので、大して勉強しなくても受かるだろうという浅はかな気持ちで受けてきました。はい、なのでその結果をですね、発表したいと思います。いいですか？情報セキュリティマネジメント試験受けてきた結果は、ドゥ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 ンドゥ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 ン、多分受かりましたということで、あのですね、なんか正式な合格発表は翌月の中旬らしいので、ね、ちゃんと調べてなかったんで、それすら知らなかったんですけど、点数的にはですね、合格基準点600点に対して、今回735点でしたので、まあきっと受かったでしょうという感じでございます。はい、これでね、来月の合格発表で不合格とかだったらね、何が起きたのって感じなのね、多分受かったんじゃないかなと思っております。ありがとうございます。とりあえずはね、正式な合格発表が出たら、この動画のね、コメントのとことかにね、記載しようかなと思います。はい、なのでまあ来月ぐらいにまたこの動画ぜひね、気になる方は、チェックしていただければなと思います。はい、というわけで今年やっと二つ目の、合格手に入れましたけれども、まだですね、これで終わりじゃありません。はい、まだ11月12月残ってますから、今年あとね、一個ぐらい資格試験受けたいなと思っております。受けられたらいいな、頑張るけどみたいな、皆さんも11月12月ね、もうなんか今年終わりでしょみたいな空気出さないでね、まだ終わりじゃないんで、たくさんニュースあるんで、一緒に頑張っていけたらいいなと思っております。はい、というわけで、誕生日仕事終わりにバーでオールしちゃって物もらいができたカーシュンでした。はい、また次回お会いしましょう。スタディウィズミバイバイ。